はい、皆さんこんにちは、しのたんです。はい、今回はですね、じゃじゃーん、こちらベルシカで久しぶりにお買い物をしました。いや、ベルシカ久しぶりに見たんですよ。オンラインバーって見てたら、めちゃくちゃ可愛いやんと思って、気づいたら約5万円分ぐらい爆買いしてました。本当にもう可愛いのたくさんありすぎて、今回マジで大当たりなものばっかりなので、ぜひぜひ皆さん最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで今回はベルシカのね購入品を紹介していこうと思います。まずがこちら、このトップス、スウェットなんですけれども、これめっちゃ可愛くないですか。このフロントのデザインなんですけど、ちょっとぷっくりした感じの加工になってて、それがめっちゃ可愛いんですよ。で、生地感的に言うとちょっと薄めな感じの軽いスウェットなので、肌寒いなっていう時とかまだ少しあるので、そういう時とかにすごい便利だなって思います。あとはまあ部屋着にしたりとかいう感じで使おうかなって私は思ってます。ダボっと着たいなと思ったので今回 L サイズにしたんですが、結構、あ、そうだちょっと話変わるんですけど、急に私ね、168センチってずっと言ってたじゃないですか。で、この前ね、事務所の情報更新みたいな感じで身長新しいの欲しいって言われて、高校卒業して以来測ってなかったから、あ、じゃあちょっと軽く測ってもらえませんかみたいな感じで言ったら、軽くになっちゃうけどいいよって言われて事務所で測ったんですよ。そしたら、まあ、簡単に測ったので正確なあれは分かんないんですけど、ちゃんと靴も脱いでね、やったんですけどね、そしたらね、169センチをあるって言われて、身長が伸びたんですよ、この年になって。一番最後測った時68.76とか3とかだったかな、だったので伸びてると思って、それがなんでかなと思ったら、私最近ピラティスとか整体とかに通ってて姿勢がめっちゃ良くなったんですね。それでね、身長も伸びたんですっていうちょっと余談だったんですけれども、そう、169センチあるんですよ。そう、69あるんですけど、私でもすごいオーバーサイズなスウェットなので、これめちゃくちゃおすすめです。ちなみにこれ中はね、裏肝になってます。あとこの色合いも絶妙で可愛いですよね。チャコールっぽい感じかな、ちょっとくすんだブラックになってて、すごい肌なじみが良くてお気に入りの1枚でございます。ちなみにこれがですね、セール品だったんですよ。セールで1990円でございます。安くないですか、めちゃくちゃ2000円っていう超お買い得なお買い物しました。で、これですね、ちなみにセットアップなんです。下もありまして、下今履いてるんですけど、で下もね、同じプリントが左もものところにバーって入ってるんです。すごい大きいスウェットパンツも好きなんですけど、ちょっと今の気分は大きすぎない感じがいいなと思って今回 M にしたんですが、ぴったりでした。めちゃくちゃウエストはゴム入ってて紐もついてるから調節もできるし、ヒップ周りとかもすごいいい感じのゆとりで、このパンツも気に入っております。やっぱりセットできるとね、すごい可愛くて、上下バラバラとかにも使えるし、いろいろ着回せそうかなって思います。これもセールだったので、こちらが2090円でございます。だから上下で4000円ぐらいで購入できました。めっちゃ安。他に空張りがね、ブラウンと赤もあって、で私赤も欲しいなって思ったんですけど、赤がトップスが売り切れだったのでちょっと今迷ってます。で、ブラウンはまだ在庫あったので追加で頼もうかなっていうぐらい、結構サイズ感だったりとか着心地もいいし気に入っております。では続きまして、じゃじゃん、こちらでございます。ベストですね。ベストでもいろいろな形あると思うんですけど、こういったコンパクトなベスト、ジャケットの中に着るようなちょっとハンサムな印象のあるベストが欲しくて、ずっと探してたんですけど、ベルシカで見つけて、これ可愛いと思って購入しました。1枚で着れるぐらいの体にフィットするものが良かったので XS にしたんですけど、まあ、私胸がないので全然これでも平気でした。むしろぴったりぐらいで良かったかなっていう感じなんですが、まあ、やっぱりお胸がある方は XS だときつく感じてしまうかもしれないです。これすごく形も綺麗だったので、これも買ってよかったアイテムです。1枚で着てもいいと思うんですけど、ちょっとこの V が深めになっているので、中に普通になんか T シャツとかピタッとしたトップスとかを重ねて、前閉じても着れるし開けても着れるので、いろいろと着回しをしていきたいなと考えております。素材的にはリネンっぽい感じかなの素材になっているので、これからまあ春夏とかすごく大活躍しそうなアイテムです。こういった形はね、最近すごく海外とかでも着てる方多くて、私も気になってるので、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。こちらのお値段が3990円でございます。そしてですね、こちらもセットアップがありまして、そのパンツもね、もちろん購入いたしました。もちろんもおかしいけど、セットできたらより可愛いので買いました。それがこちらでございます。じゃじゃじゃーん、ロングパンツですね。ワイドめなパンツになっております。ウエストの部分がすごく可愛くて、ここにボタンついてて、中はボタンとチャックになっております。多分皆さんね、透け感が心配だと思うんですが、この生地割と分厚め
なので私は透け感気にならなかったです。ワイドパンツなのでそこまで履いてて窮屈な感じとかもないと思うし、本当に若干ストレッチがある感じですね。やっぱり海外のブランドっていうだけあってめちゃくちゃ丈感が長いので、それぞれの身長に合わせてお直ししたりとかしてきてもいいかなという気がします。まあ、私もそうなんですけど、高身長の方とかってこのぐらい長めのパンツないんですよ。だから逆に私はすごく嬉しいです。裾引きずるぐらいのパンツが欲しかったので、そういう方にもおすすめなアイテムでございます。やっぱり素材的にシワはどうしてもできちゃうと思うので、アイロンとかしてけたらいいかなという感じです。こちらのお値段が4990円でございます。このセットアップ早く夏に着たいですね。絶対可愛い。では続きまして、じゃじゃん、こちらでございます。ベースボールシャツなんですけれども、またちょっと同じような色味のオフホワイトのなんですが、これメンズなんですよ。実は私の気分的に今メンズのアイテムが結構気になってて、いろんなブランドでもチェックしたりとかするんですけど、ベルシカでもチェックしてたら、このこのトップスがすごい可愛くて、これも一目惚れで購入しました。ベースボールシャツもですね、いろいろ本当に使えると思ってて、やっぱメンズだから結構オーバーサイズなので、それでワンピース風に着てもいいと思うし、それトップスとして着てもいいし、中に白 T 重ねたりとか、フロントはボタンになってるから前開けて羽織として着ても可愛いし、いろいろね着回せるアイテムです。ピンストライプのベースボールシャツになってて、胸元のところに刺繍が入ってるのと、後ろもこれデザインあるんですけど、これもね全部刺繍になってます。一番ちっちゃい S サイズなんですけど、私でもまあまあ大きく感じたので、高身長の方でもゆったり着れるサイズ感です。こちらのお値段が5990円でございます。でですね、これもまさかのセットアップです。もう今回セットアップだらけなんですけど、ボトムスがこんな感じでございます。このパンツ、ロングパンツですね。これは若干裾にかけて細めになってるかな、まあ、でもそこまで太さは変わらないので、スラックスっぽい感じで履けるパンツです。でウエストはゴムと紐がついております。サイドライン、ここもね2本ピーッと入ってて可愛いです。でこの左もものところにこれまた刺繍が入っております。このパンツはやっぱり色が淡めなので透け感気になると思うんですけど、結構これ生地がしっかりしてたので透け感も全然気にならないです。で私1個やりたいコーデがあって、ちょっと前にレースアップのシューズ、ヒールみたいなの流行ったじゃないですか。あれがまたちょっと今徐々に来ている気がしてて、だからそれをね合わせたいなと思ってるんですよ。もうズボン巻き込んで紐を縛ってっていう感じできたら絶対可愛いなと思って、そのコーデをねやりたいなと考えております。こちらのお値段が5990円でございます。では続きまして、じゃじゃーん、こちらでございます。これは穴開きニットでございます。もう全部穴開いてる。仕事着保証の方は注意かもしれないです、すいません。これもですね、メンズのものなんですよ、実は。で、私今回これめちゃくちゃオーバーサイズな感じで着たりしても可愛いなと思って L サイズを購入しました。そしたらもうほんとお尻全部隠れてワンピースぐらいかなっていう丈感がありました。まあでもそれがすごい可愛いので、これにあえてミニのスカートとか合わせて着たいなと思ったりとか、いろいろね考え中です。で、まあニットはニットなんですけど、結構あっさりとした感じのニットだし、まあこの穴がね開いてるっていうので、これから春夏にかけてどんどんあったかくなってくると思うんですけど、そういう時期でも着れるぐらいのアイテムかなと思います。なのでまあ今から買っても全然着回せそうな感じですね。でしかも結構薄手なニットになってるので、長さを変えやすいっていうのも、結構これ長いのでワンピ風に着ても可愛いし、なんかズボンにちょっとインしたりとかしてちょっと折り返してあげて、ゆるいトップスみたいな感じでもう着やすいかなと思うので、そこもいいなって思いました。では続きまして、じゃじゃん、こちらでございます。マイクロミニスカートでございます。私最近ほんとミニスカにハマりつつあって、こういうちょっとミリタリーっぽい感じのミニスカがずっと欲しくて、ベルシカで見つけたんですよ。でしかもこれ今流行りのローウエストになってるので、めちゃくちゃトレンドなアイテムです。なんかねミュウミュウのすごい可愛いルックがあって、いろんなセレブさんとかもね着てるんですけど、でもほんとそれはめっちゃミニなんですよ。でもそのルックを見て、こういったベージュのスカートめっちゃ可愛いと思って買いたくなって、でこちらをゲットしました。でこれすごい形も綺麗で、素材もですね若干ストレッチが効いてるので履きやすかったです。想像よりも薄めだったんですけど、でも透け感とかもね全然気にならないぐらいの生地感なので、でこれしかもベルトもねついてきたんですよ。すごいお得、割といろんなのに使えそうなぐらいのベルトですよね。
きめのポケットがこんな感じでついてて、あのさっきのニットとかの下に着ても絶対可愛くないですか。さっきのベストとか着ても可愛いと思うし、普通に T シャツとかと合わせても可愛いと思うので、これもね、いろいろ着回していこうと思います。こちらのお値段が4990円でございます。では続きまして、じゃじゃじゃん、こちらでございます。私この形持ってないんですよ、多分。いや、持ってない。めっちゃストレート、しっかり長さがあって、すごいこうストレートな形のパンツになってます。なんかスキニーとかテーパードデニムとかは結構たくさん持ってるんですけど、この絶妙な太さ、ちょっと細めのストレートなんで、今私持ってなかったのでこちらをゲットしました。でこれね、ストレッチは若干効いてるんですけど、結構固めな生地になっているので、ちょっとこのウエスト周りとか、このウエスト周りがなんていうんでしょう、ちょっと分厚く感じやすいかなっていう気がしました。ちょっと多分ボコって見えやすい。履いてて結構ここら辺スッキリしてるなっていうデニムと、もたつくなっていうデニムあるじゃないですか。でどちらかというとこれはちょっともたつく感があるかな。このボタンのこれが結構硬いです。やっぱ生地が分厚いので、ここギュッてやるのが少し大変かなっていう感じなんですけど、でもすごいデザインだったりとかシルエットだったりとか色味とかも可愛くて、いろんなコーデに合わせやすいかなという気がします。ちなみにこれはハイウエストになってるので足長効果もあるパンツです。こちらが3990円でございます。では続きまして、じゃん、またまたデニムでございます。でもね、さっきのデニムと全く形が違うんですよ。これそれそうなんですけど、同じものは買わないので。そうなんですけど、これですね、もう今季の流行りをぶち込んだと言ってもいいぐらいのパンツになっております。今季の流行りの1個である Y2Kのコーデとかにめちゃくちゃ大活躍するようなパンツで、まずこれローライズなんですよ。超ローライズ、しっかりローライズです。本当に腰で履くようなぐらいのゆったりさのあるパンツなのと、あとめっちゃワイドなんですよ。ローライズのパンツの中でも足長効果とかのスタイルアップじゃなくて、ウエストとかがなんて言うんでしょう、華奢に見えそうなパンツかなという気がします。下にボリュームが出るようなパンツなので、上はちょっとミニのトップスとかで合わせてあげると、すごい腕が華奢に見えるような感じがします。でね、またまたこれね、めっちゃくちゃ長いです。これに関しては超長いです。もうほんと引きずる。どんだけ高いヒール履いても多分引きずるぐらいの長さがあるので、それが好きっていう方ももちろんいると思うし、ちょっと長すぎるなって感じる方は、お直しとか出して進めたりとかして着てもいいかなという感じです。このデニムはさっきのデニムと違って、伸縮性はそこまでないんですけど、まあワイドなので全然着やすいかなっていうのと、あとめちゃくちゃ柔らかいです。すごく履いててね、楽ちんなデニムになっております。で私大体パンツボトムが36をいつも買ってて、さっきのデニムも36でこれも36にしたんですけど、全体的にゆったりとした作りになっているので、もしかしたらワンサイズ下でもいいかなという感じでした。こちらのお値段が4990円でございます。なかなかこういったパンツって見つけられないと思うので、やっぱりこう海外のブランドっていうだけあって、こういうちょっと攻めなアイテムとかもあるので、こういうのを探してる方ぜひ見てみてください。そしたら続いてでラストになります。ラストのアイテムがジャジャジャーン、絡まってる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 、はい、じゃじゃん、こちらでございます。こちらのチェーンベルトなんですよ。え、ネックレスじゃないのって思った方いると思うんですけど、ベルトっていうとウエストを調節するようなイメージがあると思うんですが、これはもう飾りです。これなんかよく見ないですか、昔のコーデとか見てると。定番の合わせで言うと、多分ローライズのスカートとかローライズのなんかパンツとかにウエストにつけたりとかして使ってる方が多いんじゃないかなと思うんですが、ちょっと私も挑戦してみようかなと思って、まあベルシカなので割とプチプラでゲットできるかなと思って、いいなと思ってこちらにしたんですけど、これ使ってコーデまた組もうと思います。こちらのお値段が1990円でございます。はい、ということで今回の購入品は以上でございます。爆買いですよね、本当に。今回ね、ちょっと私も久しぶりに見てみたんですけど、やっぱりベルシカって結構トレンドに敏感な感じだったりとか、ちょっとザラとかよりは年齢層が低めな感じではあるかなと思うんですけど、だからこそ結構こういう今トレンドになってる Y2K みたいなアイテムとかもすごくたくさんあるイメージだったので、そういうアイテム探してるっていう方はベルシカやっぱりいいなって思いました。私もすごいそれが今の気分だったので、結構こう自分のタイプのものが多く巡り合えたかなと思います。これからたくさん春夏着回していこうと思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。